はい、こちら、平野好きです。というわけで、今日もやっていきましょう。ユニコーンオーバーロード。さあ、竜の国を積むものが終わって、ここからどういくの？ああ、終わったんだ。本当に終わったんだ。ギルベルト王子と共闘し、ソルドラーガ城を奪還しました。敵勢力の弱体化に成功したと言えるでしょう。でしょうね。こちらが現在の勢力図です、うん、次はどこへ向かおうか。フェブリス大陸北部のバストリアスはいかがでしょう。バストリアスは他の国と比べて情報がございません。故に敵勢力が拡大していればその影響も未知数といえます。バストリアスへ向かうのなら城塞都市ユークイットを北へ向かいましょう。メインクエスト、獣人の国、新しいの？さて、まずやっぱり納品。このあたりやり残しがまだあるんじゃないかな。で、守備兵配置、誰いるとこ、もう置ける人があんまりないんだけど。いやー、よくぞ来てくださいました。自慢の品を見ていってくださいよ。スモークアーツが本当にもう残り少ないですよ。ありがとうございます、うん、またごネズミ一匹入れないぜ。はい、頼みますよ。このあたりはさ、全然やることがないのかな、うん、エルヘイマーマを先に解放しちゃいました。これは、はいはい、立て直しには時間かかりそうだ。はい、そうですか。こんなやついたっけって今考え込んでます。もうちょっとキャラが増えすぎて分かんなくなってきてるよ。こんな人いたっけ。こっちは何もなし。はいはい、拾いながら。あれ、ここはもういいのかな。じゃあ、ここもじゃあ納品して、で守備兵配置できるかな。さあ、誰置いてこう。マズラ。おうよ、任せとけ。
ったエピソードです。ドクター戦場エピソード困る。わ。はい、いってらっしゃい。次は行くところは、なんかいろいろありすぎて、これは何？宗教を探しましょうか。これは、はい、海外イベント多すぎ。食べ過ぎだよ。おやべ、もういいじゃん、仲良くて、仲良いことはいいことだ。こっちは？あ、バトルが始まらないのか。あとクラスチェンジ、誰かちょっとできそうな人。もう113あるからもう全員できるところまで行こう。全員ができる、もっと活躍できるさ。まだ伸びしろがあったようです。はい、あとこれで終わり。もう悪くはないかし。あと23しかない。できないです。はい、終わり。あとこっちなんかいけそうな感じがあるんだけど。もう。それだけ？あ？敵がいる？敵がまだいる？じゃあ完全に解放できてないじゃん。あ、まだゼノイラの。なんかイベントとかあるんじゃない？え？おや？何もないの？バトルとかありそうな気がしたんだけど。おや？あ、なんかあるわ。お、はい、来れました。あれか、よし、行くぞ。
何？ジェグズ教頭戦15じゃん、楽勝だよ。義勇軍の出陣位置であれば強撃による括弧撃破が有効です。わかりました。部隊が突出せぬよう連携も大事だ。地形的に容易に包囲されてしまう。間欠戦にも注意が必要です。あちこちに噴出口がありますから。アレイ様、軍議中申し訳ありません。はい、報告です。義勇軍が特段で出陣、フルス到着前に包囲された模様です。当てにした途端嘆かわしい。兵の話ではコルニアの手は借りない、うん、そう息巻いていたと。なんてこと。義勇軍の壊滅は時間の問題。迂闊に兵を出すのは危険です。放ってはおけません。教頭を持ちかけたのは私です。リア、焦るのはわかる。知り合いも多かろう。しかし直ちに救援の兵を、せめて私だけでも行かせてください。いや、ダメだ。状況がわからないと危険すぎる。私なら敵の目をかいくぐれます。そうなの？それくらいはやってみせます。うん、石膏を出してくれ。並行して出撃準備だ。かしこまりました。アレイン様、悪いがリア殿には戦場までの案内を頼みたい。うん、かしこまりました。納得いかないらしい。お力をしていけそう。両方だよ。まだかい？あったよ。それで、あれ一人足りなくなってる。ああ。出撃する。どうする？了解。柴田の女性二人。出撃する。出番か。ああ、困った。私が出よう。祖国の夜明けのため。承知した。まあいいや。敵は誰だ？これで巨人のうちの感じ。どれ？あ、これか。
覚悟するのだ。やばい。突破する。これくらい余裕だ。指示通り動こう。任せたまえ。かかってきな。え、今つかなかった。当然だな。準備できてるぜ。任せてください。え、ちょ、お前覚悟しなよ。え、ざまあないね。あ、そういうことか。待ちかねたよ。行ってくるよ。お呼びですか。うん。私に任せな。覚悟しなよ。おととい来な。と言ってももう1しかないですよ。どうすんだい。どうしようって戻るしかない。任せときな。うん、次はどうします。とりあえずどうする。誰に出てもらう。出撃する。この槍、民のために。仰せのままに。準備できてるぜ。違う。出るぜ。やるか。すぐ行く。待ちかねたよ。え、行けないのこいつら。かかってきたまえ。このまま型をつけよう。祖国の夜明けのためすぐに向かう。貴様の新年ごと舞い切ろう。喜ぶのはまだ早い。指示通り動こう。承知した。この身砕けるまで戦おう。目標地点へ進軍する。標的は誰だ。ここなんだけど、ちょっと待って、その前に。了解しました。出番か。さっきのアイテムがもう使い切ってた。かかってきたまえ。このまま型をつけよう。祖国の夜明けのため任せたまえ。どうやってここまで行けばいいんだ。勝利したぞ。着いたよ。ここは制圧した。到着しました。ここだよな。俺の番だ。分かった。この槍、民のために。ちょっと一旦こっち回ってもらって、この身砕けるまで戦おう。制圧できたな。どうすんだい。出せるグループは。出撃する。どうする。了解。で、どう動く。よいしょ、来たか。いいぜ、俺の番だ。ああ、こっちも行く。良いものを回収した。ここからどうし、ご命令のままに。仰せのままに。準備できてるぜ。行ってきます。はい。到着だ。
指示通り動こう。承知した。我が誇りにかけて。身の程知らずめ。この身砕けるまで戦おう。必ず全うしてみせる。どうしよう。どうする。どうする。了解。民のためにも。小物め、どけ。ご命令のままに、仰せのままに、我が誇りにかけて。この槍、民のために。命が惜しくないようだな。身の程知らずめ。ちょっと一旦引いて。ご命令のままに、必ず全うしてみせる。私の剣が見切れるか。喜ぶのはまだ早い。よし。祖国の夜明けのためすぐに向かう。やるか。こっちはちょっとこれがあるんだよな。どうしよう。こっちから回ってくる。ああ、制圧完了した。うん。時間だって。分かってるけど、ちょっと待って。どうやって行けばいい。指示はまだかい。行きようがないんだよ。ちょっと待って。行ってくるよ。手はず通りだ。足の速いの、ジョセフ隊。出陣します。私めにお任せを。仰せのままに。あとアレン隊も遅くはない。遅いか。行こう。どう出るべきか。待ったな、どう出るべきか。本当、邪魔。よし。俺の槍で一突きだ。準備できてるぜ。任せてください。いいぜ。すぐ行く。突破する。当然だな。よし、とりあえず。どうする。行ってきます。ここ押さえて取った。お、へえ、オッケー。分かった。ちょっと待って。どこ行った、どこ行った、どこ行った。待ちかねたよ。うん、飛行部隊で。任せときな。この槍、民のために。仰せのままに。準備できてるぜ。任せてください。ここだよな。そこです。到着しました。かかってきたまえ。このまま型をつけよう。どこへなりもう行けるじゃん、こっちも。承知した。騎兵の力が必要か。はい、行ってきます。ここだな。ああ、意味なかった、ごめん。準備できてるぜ。騎兵の力が必要か。了解。準備できてるぜ。俺の番だ。分かった。
考えるんだ。向かおう。こりゃお宝だな。到着だ。さて次は。もうちょい早く行って。撃破した。いかがいたしましょう。かしこまりました。騎兵の力が必要か。こいつだわ。行ってきます。貴様の信念ごと舞い切ろう。喜ぶのはまだ早い。祖国の夜明けのため任せたまえ。さて助けに行くぞ。やるか。ああ、届かないし。了解。分かってるよ、行くよ。準備できてるぜ。もうこっち行くべき。任せてください。好きにはさせない。よいしょ。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。行くぞ。指示通り動こう。承知した。俺が相手だ。よし、来たよ。さて向かおう。到着いたしました。やっちゃうか。私めにお任せを。仰せのままに。さあ来い。やったぞ。はい。よし。どう出るべきか。行くぞ。祖国の夜明けのため任せたまえ。俺の番だ。すぐ行く。何なりと。あれ、これも敵いたんだ。かしこまりました。見落としてました。どうすべきか。やられる覚悟はできてるか。俺にかかればこんなもんさ。やるか。ああ、ここだな。ご用命を。承知した。騎兵の力が必要か。行ってきます。作戦時間が半分を切った。引き締めていこう。はい、大丈夫ですよ。取るに足らねえやつだったな。報いを受ける時間だぜ。俺にかかればこんなもんさ。俺の番だ。まあいいか。すぐ行く。やられる覚悟はできてるか。取るに足らねえやつだったな。いいぜ。ああ、向かおう。向かってもらおう。ここは制圧した。これからどうすんだい。おや、これは、来るがいい。で、これからどうすんだいって言ったな。どうすんだい。どうすんだ。あったよ。どうやって行けるんだ。手加減はせぬ。動作もありませぬ。はいな。私めにお任せを。もうこっちはやることがないのか。はい、仰せのままに。ここでいいのかい。さ
あとは連帯が。おののくがいい。我が呪術の前で五体満足には戦えまい。先手を打つ。静かにして。行くぞ。集中するんだ。おとなしくしなさい。受けてみろ。それ。これならどう。まだよ。じっとしてなさい。追撃します。行っておいで。はあ、無理はしないで。おまじないだよ。好きにはさせない。そこよ。もう倒れた。はい、下手すよ。サクッ。アレイン様、うん、古杉遊軍の救出ありがとうございました。面目次第もない。我々の先走りをお詫びいたします。今は負傷の回復に努めてほしい。今後のことはそれからでいい。ありがとうございます。これでこの町も拠点として使える。解放軍は上昇ですね。俺一人だけでは手に余ることだらけさ。アレイン大変だ。敵が残ってた。マジか。数部隊が港の倉庫に立てこもってる。制圧陣に取り逃がしていたのか。連中もともとドラケンガルドの兵らしい。土地勘があるから逃げられたんだ。降伏勧告にも応じない。どうする。よし、それなら私に任せろ。いや、ん、リア殿、あなたに説得をお願いしたい。おう。私が説得ですか。ここは同郷であるあなたの方が警戒心を解いてくれるだろう。バージニア姫では相手を怒らせかねない。尺に触るがいい人選だぞアレイン。俺の名で全員の安全を保証する。そう伝えてくれ。かしこまりました。よっしゃ、頼むぜリア、ついてきてくれ。いいね。はい、というわけで今回はここで一旦にします。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。